とうとう開けてしまいましたね。 FM ギノワンのパンドラの箱。さあ今週も始まりました。ひょんなことから映像制作会社 ABIC で知り合った4人のメンバーがお届けするドタバタトークバラエティー、びっくりラジオ。この放送は毎度おなじみバート、タカミーとサンチェスの3人でお送りします。はい、ということで7月13日は、私たち今ちょうど、ひとみんがやっている舞台永遠の1秒を3人で、鑑賞しに行ってるそうでございます。いうことになっておりまして、今日は収録放送となっております。はい、まさかの先週7月6日の放送後に、直後にネタもないまま収録を行ってるということになっております。2本目ですよ、2本目。あのひとみんファンには申し訳ないんですが、ごめんなさいね。2週連続ひとみんがいないと、男3人だと、楽しいのかなと、興味本位で聞いてる方もぜひこの1時間聞いてね。ファンになっていただきたいなと、お願いします。先週新しいファンがね、私になんかつきましたので、そうだね、そのファンが来週もいるのかと引き続き俺はいると思うよ。サンチェスさんを愛する会、サンチェスを愛するエビック会になってるんじゃないですかね。パーティーしたいなということになっておりますので、そんなコーナーでこの3人でお送りする、はい、第93回7月13日の収録放送のメッセージテーマは、フリー、フリーやフリー、よし今日飲むぞって、そらひとみも出演していたオリオンクリアグリーンの CM。 そのくだりやるんだね。4回目ぐらい。今回は収録放送のためメールメッセージなどは受け付けておりません。ご了承ください。はい、この放送はユーストリームサイマル放送のリッスンラジオでもお楽しみいただけます。詳しくは FM ギノワンのホームページをご覧ください。この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで小回りの利く映像プロダクション有限会社 ABIC、 片枠解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りします。はい、それでは ABIC ラジオスタートでーす。ビッグラジオ、さあ始まりました。 79.7MHz でお送りしております ABIC の ABIC ラジオ。今週は3人でフリートークを行いますということで、疲れてないですか？大丈夫ですね。はい、疲れてますね。いや、さっきラーメンみんなで食ったんで。そうなんですよ、ラーメン食べました。並んで並んでラーメン食い、何ラーメン食べましたっけ？東京隣ラーメン、進撃タンメンですね。あ、辛いやつですよね。めちゃくちゃ辛いやつ食いましたね。鼻水大噴射でしたけど。やめてくださいね、ラジオなんで。相当です、ね、ラジオ前にね、喉ガラガラやばいですから。で、ジムタンタンメン、で、バナさんがカレーね、カレー。みんなこんなに口臭きついやつをラジオ前に食べるっていうね、ことをやりましたが、やろうしかいないから大丈夫だよ。そうですよ、やっぱなんかバナさんじゃないや、ひとみんがいないと、って感じで、やっぱひとみんが言ってたんですけど、私がいない時は真面目になるっていう。真面目になる。もう真面目な話するって言ってましたよ。前の国の時真面目だったじゃないですか。うん、そうだね。私とサンチェスさんがこう会うと化学反応が起きてなるって。それはあるかもね。なんかよ、なんかひとみんいたらふざけたくなるっていうか。わかりますよ。わかる。なんだか知らないけど、なんかいじくりたくなる。そのふざけてるの僕らが拾ってますからね。拾ってごめん、拾って後処理して、拾ってますよ。後処理お願いします。本当にそうですよ、なんですけど、はい、ということで、なんかね、7月6日の方にですね、あのもう放送中に、フリーでメール送ってくださいと言っておりましたので、お願いしましたね。メールまず読みましょうかね。はい、ということで、フリー宛に送ってくれましたラジオネーム進撃のめいちゃん、ありがとうます。ポポ、お三人さんは最近スポーツや運動をしたりしましたか？ちなみに私はこんな感じに。どんな感じですか？あ、画像添付してますね。何これ、何これ、何これ、スケボー。あー、スポチャか。あー、スポチャですね。で、
ぐるぐる回ってるね。あー、はいはい、あのギノワンのね、スポチャね、スポチャ俺行ってないですね最近。行ったことない。いや行ったことあるんですけど。行ったことある。高校ですね。うん、あと大学の時に何回か行きましたけど、社会人だって行ってないな。スポッチャ出入り禁止になるんだよな俺。はなんで何したんですか。死に暴れるっていう。何をした。例えばあの、はい、ほらちっちゃい子供しか入れないような、あの公園にあるような遊具ってあるじゃないですか、うん、マックのプレイランドみたいな、はい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 、あそこダメなんだけど大人が5人ぐらいで遊んでるっていう。いやあ、普通一緒に子供たちと一緒に。そうそうそう。どうですか、楽しいですか今やって、うん、あそう楽しい楽しい。スポッチャ俺は楽しい、相当楽しい、うん、できれば月1で行きたいなぐらいみんなで。あ、スポッチャってボーリングとかも全部なんかやり放題でした。ボーリング別でしたっけ。ボーリングだけ別でしたっけ。そういう売っ払うのがあるんじゃない。なんかカラオケとかダーツとか、うん、なんかバッティングセンターとかできるんですよね、うん、別じゃない、ボーリングとスポッチャは。別でした、ね、多分別だはず。階がフロアが、うん、フロアが違いますよね、うん、違うからね。ちょっと行ってみたくないですか。4人で、うん、前、まあ、行きましたね、カラオケ、カンナさんとね。うん、あ、そうか、そこで感じてないんだ。これ行ってない。はそうです、一回も行ってないですよ。マジか。全部仕事で。そっか、うん、あの、弾きますよ。弾く。あの、まあ、ひとみんは、はいはい、まあ、奥花子さんのあのグランプリ取ってる、まあ、優勝するぐらいの勝力ある。バナさんも上手いし、カンナさんも上手いんですよ、うん、で、バナさんとカンナさんのすごいのは高音がめっちゃ出るんですよ、うん、チャゲアスとか、はいはい、もう、ミスチルとか、うんうん、もう普通に出るんですよ。もう、ね、俺ら無理だな、肩身が狭いな。とてもじゃないですけど、戦隊ものの曲入れづらいですよ。いや俺は入れるよ。カラオケは自分が楽しんでなんぼだよ。ひとみさんともコラボするし、普通3人で、うん、俺もなんかほんとテレビもね、ラジオもね、俺もよく行くぞ、歌唱力ねみたいな、行くぞ、そんな感じです。離島出身みたいな。いいでしょ別に、生徒離島出身はよ。あ、ラジオもない。ラジオあるわ。テレビもない。あるわ、ある。Wi-Fi あるわ。豚。豚はある。豚もある。豚もあるでしょ。豚もある。Wi-Fi って急に入ってから豚が飛んで。あるでしょ。Wi-Fi って豚から出てる。出れてるか。出れてるか。出れてるか。許せよ、許せよ。出れてるか。いいですわ。今度行こうじゃん、ね。そうですね。俺、そうか。スポーツの話題で言うと、前から言ってるんだけど、はい、ボルダリング。はいはいはい、あれやりたいの。あ、どこですか。沖縄市とかですか。沖縄市にもあるし、うん、あっちにもあるんじゃない、あの、マキシマみたいな、アメクだ。あ、ありました。あるある、アメクスポーツランド、センター。え、あるある、あっちあるんですか。できたんですか。あるある。あ、そうなんだ、うん、あるんだ。なんかあっちはこのボルダリングの石がなんかみんな女性のおっぱいらしい。すごいいいね。いいね。いやー、だ登れない。登れんでしょ。あそこも言わされてんだけどなっつって。いや、乳首に手かけるの。そうそう、そこの人超えてるんでしょ。あー、痛っ、ちかたたたたたって、みんな痛たたたあの人の長いから掴みやすいよねみたいな。私のだ、私のだって言うでしょ。みんなこんなしてんの。人間があるの。バイトの。いや、真っ赤っかでしょみんな。そしたら乳首だよ。そうやったら行くでしょ。行くでしょ、それは。それは行くでしょ。早い。行くでしょ、それ。見るでしょ。行くな。行くでしょ。余裕で行くな。でも絶対この仕掛けれるでしょ。なんで、だから、何、相当上手いんだ。鍵みたいな。いやー、でも、どこまで行けるのかな。多分、行けないでしょ、俺。どこまで実現できるのかな。立つまで、乳首。そこまでどういう話をしてるの。なんか実現、どの実現。通常時はそんなに硬くもなってないし、うん、柔らかいでしょ、うん、だから興奮してもらわないと登れないわけですよ、上までは。いやいやいや、人間ってよ、乳首触るだけで立つんだよ、興奮してなくても。ああ、そっか、服擦れても立つかなってことね。そうそうそう。俺全然ないんですよ、乳首がないの。あります。乳首が全然ない。思ったよりないです。思ったよりない。どれぐらい思ったか知らないけど。でもどうなんだろう、色も気になるのかな、登ってたら。いや、色まで見ないよ。あー、カラフルやすいじゃん。でもボルダリングだからカラフルに作ってますかね。オパルディング。カラフルオパルディングだよ。オパルディング。オパルディング。何日本語だろそこだ。日本語でもないでしょ。オパルディングって。オパルディング。おっぱいってこと？そうそう。なんでオパルディングの？おっぱいのボルダリング。わかるよ。わかるよ。ずっとその話してます。意味がわからないのかな。わかるわかるから。一応補足情報。いやー、でも絶壁のおっぱいなんてどうなんだろう。あー、俺は嬉しいけど。嬉しいか？嬉しいってなんですか？俺は貧乳が好きだから。いやー、登りにくいでしょ。もう登らなくていいんだよ。はい、 もはや登らなくていいんだよ、うん、そういうの。もう上に行けば行くほどカップ数どんどん少なくなってくるんですよ。もう最初はもう HI から、はい、こう上に行ったらもう A マイナー、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  A ダッシュ、 A ダッシュ。やばいな、最高だな。登れないでしょ。登れないよ。いや、競技ですから。おっぱいの形聞いてないから、ね、結局登るんだから、掴めるか掴めないかっていう。掴めはしないね。掴めはしないでしょうね。そういうのやりましょう。
やる？どういうの？まあまあまあ、そういうスポーツ的なこともやりたいなっていう。ちょっと今おっぱいから急に離れたくなって。うん、そうね。これ曲物の AV が出るでしょうね。はい、ありがとうございました。締め切りめっちゃ。このメール読める？放送使われないでしょ。大丈夫大丈夫。大丈夫。大丈夫かな。バッチリ使う。これっすか。ラジオネームビンゴさん、ありがとうございます。ほほ。中井理香さん、テドコンさん、大門予作氏。あ、これさっきのだ。大門予作。大門予作ってなんだよ。すごい名前だ。もう一回聞きます。ラジオネームビンゴさん、ありがとうございます。黒沢さん、トットさん、ヤツダさん、こんばんマンゴピューレー。黒沢さん、誰に声かけてるの？出だし黒沢さんだけど。黒沢さん、先日は急遽番組を休むこととなりましたが、大丈夫でしたでしょうか？さて、前回の放送では一人で進行することになりましたが、なんとか3時間完走できましたね。きっと黒沢さんが聞いていたら怒っていたでしょうけど、誰？これ何の話？俺いまだにこの番組を検索しようとする気もないのよ。分からないよこれ。3時間やりきったんだ黒沢さんは。そうだ、ね、さて今日のテーマはフリーということですが、うん、はい、今日は事前収録らしいですな。そうなんですよ。ということはこの時間別の曲に出るということかも。あの放送で言ったんですけど舞台を見に行くんですよね。、うん、来週はついに嘘本と VS ひとみんが聴けるかもしれませんね。ひとみんが舞台で僕ら見に行くんですよ。面白い。嘘本と VS ってひとみん何なのこれ。もう一つ来てます。もう一つ、ラジオネーム名古屋のダンサンさん。もう何言ってるのかごめん、もう一回言おう、もう一回言おう、もう一回言いましょうね。はい、ひとみんさん、クリビツファーストさん、クリビツセカンドさん、クリビツサードさん、おつ。もうサードチルドレンみたいになってる。エヴァみたいになってる。誰が小池さんだよ。誰がひとみんファーストよ。ラジオ面白い。いらない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 、ちょうだい、メールちょうだい。恥ずかしいから全然面白くないポッケよ。ラジオネーム名古屋のダンサーズでございます。はい、ありがとうございます。ポッポポッポポ。先日ですが会社の飲み会の後にカラオケボックスへ行きました。はい、その中に入社2年目の女子がいました。はい、ダンサーズたちは80年代90年代の曲を歌っていたところ、はい、聞いたことがない、うん、とのことでした。時代のギャップを感じましたね。うん、そしてこの女子が歌っていたのは西野カナでした。西野カナ、ああやっぱりという感じです。皆様はカラオケでギャップを感じたなと思ったことはありますか？なるほど、いっぱいあるね。自分は、うん、結構昔のも大丈夫です。ラジオ、今ラジオの音楽番組担当してるかけて、うん、はいはい、70年代から大丈夫です。いける、いけます。あんまりわからないかも。でも、なんて言うんだろう、聞いたことあるってなりますけど、着心地はいい、とっても、うん、今の J-POP とかに比べたらなんか懐かしいっていうか、うん、なんか聞きやすい、とっても。あとカラオケで、うん、職場のカラオケになったら、うん、何入れます？絶対入れてって言われたら、入れて、なんか入れてって言われたら、アニソンとか、あ、要は上司とかでも関係なく入れます。関係ない。自分は完全に分かるとか、うん、聞いててなんか口ずさんでほしいんですよ。なんかポカンが俺は絶対無理なんですよ。ポカンされてるのはもうここがもう一番で切りますね。あ、知らないですか、もしかして。じゃあ一番でもう演奏してなります。無理。俺ちょっと大人だから、そのポカンの雰囲気も味わえる大人になったから。、うん、社会人だからポカンも好き。そうそう、なんか言えよお前。なんか言えよ。いやだ、そういう人もいるだろうなと思って。意外に高いさカラオケって。またみんなで行くじゃないですか。あの三十三、今安いんですよね。カラオケ？安い。500円とかで。夜高いじゃん。平日とかだったら、うん、普通に、要は多分昼から夕方までとかだったら、うん、500円いかないですよね、多分ね。4円ぐらい。フリーで、フリーだったら。そんなに安くない。そんな安くないですか。平日でこっちの大津ぐらいで行けるよね。平日で、うん、平日の昼間とかだったら。昼間とかだったらめっちゃ安いですよ。多分500円いかないと思いますよ、場所によっては。でもさ、あんまりカラオケいい思い出がなくて、そのみんなで行って。俺飲まないのに3000円払わされるとか、うーん、そういうのが多々あって、うん、まあありますね。なんか嫌だわけ、歌いもしないし飲みもしないのに、お酒払うね、飲み会だったらありますからね。コーラどんだけ飲むわけ。俺あんまりだな。うん、歌が楽しいカラオケ一人でも行きたいって言ってる人がすごい羨ましい。俺は、うん、歌は上手になりたい。でも何かもし上手くなりたいってなったら、うん、歌上手くなりたいっていう選択肢って俺選ばないんですよ。もし何か上手くなれるとして、例えば何を上手くなりたいの？絶対絵とかの方が上手くなりたいです。俺要は工作とかの方が、美術の方が上手くなりたいです。俺絶対マイク一本で全国回れるんだよ。だって歌上手い人いっぱいあるじゃないですか。絵上手い人もいっぱいいる。いっぱいいるさ。
でも何か今何も言えないふうになって、無人島で歌うまくても地図かけた方が得意で、やっぱ生き残れますから。誰に地図を描くわ、無人島で。自分で地図描くために。まず紙作るところから自分できますから、美術とかできたら。まず紙を作るところから。それは紙の技術やし。紙の技術もだから。絵の技術じゃないやし。絵の技術ですよ。美術に入ってます、紙作るの。いやいやいや、入ってない。図画工作に入ってます。図画工作に入ってます。いやいやいや、それは授業ではあるけど、うん、自分ではやらんやし。石から鉄分引き抜いて、鉄分引き抜いて。やらんわ、そんな。歌でいいわ。で無人島でじゃあ一人でいるさ、うん、大きな声、綺麗な歌声で歌ってたら、うん、船が来るかもしれないよ。なんか声が聞こえたって言って。いやいや、絶対一人でしこしこ地図書いて何の意味があるの。絶対旗振った方が、旗を自分で作ってこう振った方がヘリ気づきますよ。ヘリで歌いながらこうやってるよりも旗でやった方が気づきますよ。あの船だって絶対に。じゃあ旗作って歌いながら聞こえてないわ。えでいいんじゃん。だって俺が作る旗あれですもん、100m ぐらい。何が作る旗って。腕も鍛えてますから、腕も。いやいや、もはやもう話が通らん、それは。あの腕だけこのだけ ゴーレムですね。腕だけゴーレム。いや、ゴーレムです、ドラクエの。その腕で泳いだ方がええでしょ。いや、ゴーレムです。なんかゴーレムですって。ゴーレムなんで。意味が分からん。もうお前門番としてその島にいとけよ。ピールルルリーン、トゥルル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 ルピーリ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 カメラ、みんなわかるでしょ。はて、マジっすか。みんなわかる。カメラライダーは何なんですか。初代、初代ロセバルー。あー、そっかそっか。これみんなわかるでしょ。今なぜか俺、あれ出てきました。セマルーショッカー。あ、当たってるんだ。当たってるわ。正解だし。なんだお前は。当たっとるわ。怖っ。あー、いかにも全然畑違いのやつ出してくるかなと思ったら、それやし。マジンガーずっとだった、思いました。全然違うやし。バナさんは海の声。あー、ビギンの方って言ったんですか。そこは浦島太郎バージョンですか。うん、あー、そうだ、もう光栄さ。誰誰掴んでる、掴んでる。桐谷健太さん。そうそうそう、ちょっとなんか舌足らずっていうか。桐谷健太さん。桐谷、桐谷、桐谷ね、桐谷健太。桐谷見りゃ可愛いよね。同い年ですよ。は、誰と。俺と。そうさ、平成元年生まれ。桐谷美玲 28? 今年28です。 28? 全然いい、全然いい。あの、自分の年代で一番綺麗な女優さんは多分桐谷美玲、一番綺麗。 その上がいっぱいあるんですよ。ガッキーとか、うん、もういっぱいあるんですよ。ガッキーはいくつ。20、今年29です。今28です。いいの。一個上がプロ野球選手もいっぱいいて、マー君とか、うんうん、マイケンとかの世代で、はいはい、自分たちとちょっと谷間なんですよね。だって俳優で一番有名なのが、うん、溝端淳平とか、わかります？溝端淳平わかるよ。とか、うん、岡田将生が29歳って。同い年。あ、同い年。同い年のそういう人って調べるんだ。調べます。調べるんだ。めっちゃ、だって同年代が頑張って、今プロ野球選手いっぱいいますから。自分たち全盛期なんで、うん、あの中田翔とかの世代なんで、うん、だから桐谷美玲が、うん、まさかこんなにテレビでキャスターまでやるとは思いもしなかったですね。携帯見れば好き。怖いと思います。怖い。かわいい。かわいい。かわいいです。怖い。怖くはないですけど。かわいい。かわいいです。じゃあただ痩せすぎ。やっぱ痩せすぎです。いや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 、あれはあれでいいんです。助けたい。助けたくない。助けたい。彼女はもう助けられてる。オパリングにいたら助けたい。いや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 、これでもオパリングを使わないといけないと話してながらなくなっちゃった。オパルディング。オパルディングだ。オパルディングに切れたり見れば出ないでしょ。上で突っ立ってますね。いやいや、棒持ってます。結構オパ大きいでしょ。いや、棒持ってます。なんか棒持ってる。全裸で。上に登ってくる人を刺してこう。何の役だか、それは。登れないです。A マイナーの最初資格。意味が分かる。 A マイナーの資格です。いや、A マイナーはないでしょ。もっとあるって。ああ。彼女はもっとあるって。資格ですね。あるでしょ、もっと。今じゃあ党でいうと中間の中ボスですね。いや、あ、それぐらいかな。そうです、ね、それぐらいだな、うん、ゴーレムですね。なんでよ、無理やり繋げられんから。どっちがいい。チキンラーメン食べるならガッキーとミレ、うん、どういう意味ですか。チキン
られる、一緒に食べるってことさ、一緒に食べる、食べさせてもらえるってことさ、一緒に、どっち、いやもう確実に桐谷美玲ですね、顔が変わっちゃう、分かってない、チキンラーメン、お、そこはガッキーでしょ、ガッなんでいいしかないと思う、チキンラーメン、あ、CM やってるから、そう見てないですもん、いやでも分かってるさそこなんだよな、全然違う、ダメダメだな、ダメですか、ダメだよ、ダメだよ、だってガッキー多分ね、そんなにうまくなさそう、チキンラーメン作るの、作るの、うん、うまいも下手もないでしょ、お湯入れたらできるんだから目分量ですお湯もないから砕いて食おうかなみたいな、昨日作ったから早く食べてねって言ってるもん、のびのびやしょ、のびのびやしたら作られてるチキンラーメンありますか、チキンラーメンでも美味しいですよね、うん、俺さっき初めて食ったんですよ、ええちょっと前にチキンラーメン本当に卵なくてもうまいっすよね、うん、普通にね、全然美味しい、あれだけでもまんまでもうまいね、うん、美味しい、うん、なんかずっと家にうまかっちゃんがちっちゃい頃から家にあって、うまかっちゃんばっか食ってて、チキンラーメンを食べようって意識がなくて、めっちゃ美味しい、うまかっちゃんもうまくないですか、でもうまかっちゃんうまい、結局ね、豚骨でうまかっちゃんやっぱめちゃくちゃうまい、あれ最強だと思う、うん、本当に美味しい、ごま油追加したらもっと美味しい、あーいいね、あれにまたありますよね、調整オイルあるけど、別のこのちゃんと香ばしいやつ入れて食ったらめっちゃうまたい、あなんていうんですかこれ、はい、うまたい、うまか、それがうまかっちゃん、うまかたい、うまかうまかですね、多分うまかうまかめっちゃうまか、タイってあんま使わなそうなんですよね、俺のイメージ、うまうまかたい、なんかバカみたいだね、うまかじゃないですか、うまかたい、硬いかうまいかどっちお前は、ね、そっちはそう突っ込まれたら切れるでしょ、どっちやんばお前は、お前が知らないだけだろ方言って言われて沖縄で住宅を建てるなら信頼と実績の株式会社条件にお任せください、早く安く美しくをモットーにお家を建てている建築屋です、お家の新築、増築、改築のご相談をお気軽にどうぞ。あなたの城を建てる条件です。大切な思い出のビデオテープ、ご自宅に眠っていませんか？再生できなくなる前に DVD にダビング変換。カビてしまったテープも諦めないで。カビ除去作業もやってます。お問い合わせはご近くの ABIC、大山店、合わせ店まで。ホームページもあります。小回りの利く映像制作会社 ABIC。驚き、桃の木、気になる木、あなたの周りのいろんなびっくりお届けします、 ABIC のびっくりラジオ、毎週木曜午後7時から絶賛放送中だよ、みんな聞いてね、あたたたたたたびっくりラジオ、いや話変わるけど、はい、龍神マブヤが、ああ忘れてたね、龍神マブヤが新しいシリーズやるんですよ、うん、へえ、アライズ、龍神マブヤアライズ、シーズン何なんですか今それ、アライズがシーズン、シーズン1にゃ、もう新しいやつも完全なリニューアル、第何シーズンとかじゃなくて新しい新章、ああリブート、それ主役も変わるんですか全員変わりますね、誰があるんだろう、ね、あの分かってるのはカナミ役の徳原有沙さん、徳原有沙、あのあれさ、あの緑お茶の CM 出てた人、なんか可愛い人、沖縄の、沖縄の人、うん、あのですね、なっちゃんじゃなくて何だったっけ、カルピス、カルピスじゃない、さっちゃん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 、三品茶、え三品茶、違う、誰、あのほら CM よ、沖縄の飲み物ですか、グリーンだからだ、グリーンだからちゃんだ、大門予作、大門予作いるんすか本当に、いる芸人みたい、いや俺太田プロ知ってるけどね、日本のピン芸人であるほらこの子、あかわいい、めっちゃかわいいですよ、え沖縄人、沖縄の人です、へ、あいいな、ショート、ショートかわいいね、ショートかわいい、あと俺ポニーテールも好きですよ、俺ポニーテール、ポニー、髪の後ろに結んでるポニーテール、ニポテがいいな、ニポテ、どういうこと、ポニーテール2本、はこっち、こういうことですか、ここから辺から2本、うま、縦に縦に縦に2ポテ、ああと、なんか一部だけ、ま、結んでて やるやつもあるじゃないですか、全部じゃなくて一部だけ結んで結び目と普通の髪の毛がこう見えてる結び目とか、なんか侍みたいな、侍、そう、侍っていうかな、なんかありますよね、ああいうのもいいですよね、俺前その髪型やってたよ、え、なんであなたの話なんですかこっちめっちゃ伸ばして、うん、
アンダーヘアを、なんか侍ヘアみたいにして、うん、なんでアンダーヘアをやるばよ、どうするどんな人ポニーテールにするばもうやポニーテールは違うものだろウフフじゃねえよ、アンダーテールねうるさいわ何がアンダーテールよ、知らんよ、だから友人豆話をしてんだよ、うん、またやるんですね、アンダーヘア、そう、またやるんです、アンダーヘアじゃないよ、新章でなんか新しいヒーローみたいになってるけどアンダーヘアって友人アンダーアンダーヘア友人アンダー友人アンダーやめてでやるんですマブヤが、見てた今までのシリーズ俺かもでございますマブヤ、考えられない、分かってない、分かってない、沖縄から出ていけよお前は出ていくがいい、ダメだ龍神マブヤ見てないと、なんで見てないんですかね、こっちで聞かれても分からんけどいつやったんですかまず、それすら俺わかんないですよ、いつずっとやってるよ、いや時間帯は10年ぐらい、どの時間、お夜ですか、うん、え月曜日、あ、違う、朝朝朝子供番組だから、いや絶対見ないですよ、うちのナンバーワンと同じぐらいの時間帯でしたね、仕事してたら見ないですよやっぱり、録画機能があるだろうが怖録画機能があるだろうちなみに一言で伝えてください、その熱量、どんな友人マブヤは何がいいんですか、うん、何がそこまであなたを引き寄せるというか、それ一言で言えってこと、一言っていうか、じゃあ1分でまとめてください、1分でまとめて僕らに見たいと思わせるようにまとめてください、1分で、ゆるい、面白い、沖縄の魂、ソウルフード、チャンプルー、終わり、ゆるいんだ、ゆるいっすよ、なんか敵は一応殺さないんですよ、基本的に猫を刺して返すみたいな、アンパンマンよ、要は、要は大人版アンパンマンみたいな、うん、内縄版アンパンマンみたいな、あの、うん、話ちょっと飛んでいいですか、いいすよ、アンパンマンで思えたんですけど飛ぶな俺だいぶ飛ぶな、今アンパンマンに行っちゃうの、いやアンパンマンの顔変えるときに要は顔正面にちょうど顔が真ん中になるのに止まるじゃないですか、うん、あれ俺科学的に調査しててあれめっちゃ科学的に要はどういう投げ方でどのスピードでどの角度で投げたら要はちょうど、ま、真ん中に顔が来るか、普通に投げたら絶対もうこう慣性の法則っていうか、うん、顔にぶつかったら、うん、その場所にはまず落ちないんですよ、はいはい、絶対、だからどの角度に投げてちょうどその顔がまっすぐそのままにポンって止まるようになるかっていうのをやってる再現というかこう立証するっていうか、うん、動画があって、どうだったの、いやだから投げた瞬間にぶつかった瞬間にまず真上に飛ぶんですよその新しい顔が真上に飛んでスポッてなるように投げるっていうのが要は角度もあってだからちょっと斜め上っていうかそこに落ちたらちょうど当たった瞬間に上に飛んで、うん、で回転というかそのスピードをうまく殺してみたいな感じだったんです、うん、ここにはまった瞬間角度がバラバラでも本人のあれでこう、うんってやってんじゃないの、いやだから、ね、多分そういうあれじゃない、プラグ的なもん、どうやって要はプラグはないでしょ、どうやって神経を繋げてるか分かんないですよ神経を、だから一瞬死んでるからね頭ぶつかった瞬間取れてるさその瞬間一瞬あ、いや息止めてますよ、止めてるかどこ、ここで息してるでしょもう軌道で直で、お、だから古い方がなんか人工呼吸してるんですかね、古い方古い方が口新しい 口の方と口つけて要は息っていうかその間ちょっと要はそのままだったらいや冷静になったらその時ってそのまま脳死になるんですよ、うん、脳に違いかないから、うん、やばいじゃないですか、動いた時にもちょっとあのね、うん、活動的にもちょっと支障をきたすんで、うん、それまでちょっとディープキスしますね、古いアンパンマンの顔と新しい、古いアンパンマンの顔に空気入れたところどこに空気抜けてるのか、え、いや古いやつがやってるんです、あ古いやつがやってるんです、汚いなんかもうその時に、その時に自分の古いところにあったあのアンも口から出して入れてるんです、箱ていうかあれ体どうなってんのアンパンマン、ん体頭アンパンさ、はい、体は何ですか、生身ですか、人間ってこと、人間ですか、いやだから主電源でしょ、いや主電源とかじゃなくて体はどう全部アンパンなの、体も違いますよ、痛がってます普通に、ただ顔しかカビ入ってないから、うん、絶対顔だけですよ、顔は一応アンパンでしょ、パンパン小麦粉でできてんの、多分俺が思うのはこれは顔ではないと思う、ここが全てだと思う、首から下、あ、いやそれはただのなんか飾りみたいな、じゃ濡れてるっていうのが演技ってことですか、うん、一応やっぱり嫌さ、洋服濡れたら嫌でしょ、あ着替えたな感じです、着替えたこと、着替えてえなみたいな、あこれはもう脳みそも全部胸にあるわけ、なるほど、全部なるほど、だって脳みそばっかり変えたら大変でしょ、
そうね。そうね。でも期間限定で、多分期間限定で、多分あのずんだ、ずんだ豆とか、なんかちょっと緑、今日ちょっと違うな、今日期間限定あるでしょうね。今日違うなみたいな。その白あんとかあるでしょうね。ジャムおじさんが一番気になる。お前は何者なんだと。ジャムおじさんでしょうね。いやいや。あ、じゃあジャムが詰まってんの。ジャムおじさんはもうすごいですね。鼻からまずマーマレード出しますから。そうそうなの、はい、マーマレード垂れてますから。本当に鼻から。嘘だろお前。垂れおじさん。バタコさん。いや、お尻から出てますね。バタ。バタコさん。バターが。お尻からバター出してんの。お尻から、お尻から、そうですね。お尻がまずあのホットドッグのパンなんで。人間じゃないか。仲良し、仲良しパンというか。はい。チーズですか。チーズはあの目からでですね。目から何で。あ、目からっていうか体から粉吹いてますね。チーズ、粉チーズ。粉チーズ吹いてるか。あんなーんって言ってます、ね。いやいやいや。かけながら。あんなーんって。あんって言いながらチーズ出してるわけ。体かいてます。あんなーんって。カバオくんは？カバオくんはカバですね。そうね。うんぽんぽん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 。全然似てない誰も。俺ジャース、ジャーですよ。あの天丼マンとかどうなんですか。天丼マンとかの、ね、頭を天丼で中身パカってあって、はいはいはい、あれもじゃあ同じですか。脳が全部体、あれはもはや器マンですよね。天丼関係ないですからね。まあまあそんなことでアンパンマンの話はまあそれにして、なんでアンパンマンで終わるか。じゃあ戻しましょう。さっきのいいよマブヤ、ちょっと龍神マブヤ見てください、新しくなって。でも俺の中のマブヤはもうずっと大輔さんですよ。小長大輔さん、うん、もうずっとマブヤ。一番最初の、いや2番目から、ほら、あれ一番最初はあの知念さん。ああそうですね。そうそうそう。慎一郎さんの弟さん。違う違う違う。初代はそのパールナイサールナイの知念さんだけど、それからまたキャストが変わってみんな全員。で、それから出身者の、そうそう、そううちなから大輔さんが入って、うん、で最初はアクションだけだったけど、もう演者もやるかってなって、うんうん、中と外もやってるっていう。あ、今たまにテレビ出てる人。はい、テレビにもたまに出てますね、大輔さんって。何のテレビ。小長大輔さんってテレビとかにも出てます。今普通にバラエティーとかもやってますよ。あのチョンナラーズとかで出てるかも。俺が考えてると違うな。誰は想像してるの。あ、あれ多分末吉さんだ。あ、末吉さん。ゴリさんはガナッシーの方。そうそうそう、ガナッシーの方だ。そうそうそう、だ。俺だ。今日からなんか新しい番組やってましたね。へ、あの TSJ の沖縄のそういう食べ物とかマッサージできる施設を紹介したりとかする、なんかやってましたね、なんかテレビで、はい、うん、しんちゃんともうその TS で、うん、TSJ の劇団が出てる番組がやってて、うん、結構面白かったですよ。今でもいっぱい紹介する番組ありますもんね、沖縄そのお店とかをね、やりたいね。ビジョンナンバーワンでできないんだよですよね。コラチのコントを入れてほしい。コントコーナーを。コント絶対無理でしょ。無理か。無理じゃないだろ。無理じゃん。高さんに僕ら認めてもらえてるやつがまず。でも高さんも入れればいいさ、コント。怖っ。怖っ。高さんも一緒に。そっか、でも、何でしたっけ。オッパリング、オッパリング、オッパリングの乳首役、じゃあ高さんにしてもらいましょうか。なんでよ。なんで俺高さんのおっぱい触らないといけないの。ありますよ。あるんだ。ディーグルあるの。いや、だから、いやなくて、あの普通の女性の中の中で、高さん一人だけ、こう。おかしいでしょ。おかしいでしょ。でもテレビあるじゃないですか、私はどこだここだよみたいな、拡大するしたらずっとここにいたみたいな。あれだよ。それ高さんが手振ってるわけ。いや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 、どこだここだよっつって。コント、じゃあコントね。でもなんかあのヤギの汁じゃないけど着ぐるみやっぱつけてくないですか。つけたい。何かを、何かしらキャラはやっぱないと。ちょっと素顔でやる自信まだない。別に素顔出して何か被る分にはいいよ、うんうん、そうそう、本当にちょっと出歩けないっていう。嘘、そこまで夢ない。出歩けない。なんかそっか、うちのナンバーワンのに沿わないといけないですもんね。急に全く関係ないコントやるって。そうですね。俺はそれでもいいと思う。ナンバーワン絡めてくれないと。ちょっと絡めないといけないですか。で、うん、俺らでボツになった、これ なったナンバーワンをこっちで実証してやるみたいなのはダメなんですか。要はテレビ向けではないけど、うん、テレビでやるほどではないけど、うん、面白そうだなっていうのをこっちで5分ぐらいで実証してやってみるみたいなのを。あ、いいじゃん。そしたら要は、うん、トリビアの泉でいうとトリビアの種みたいなような、うん、こっちでやってみて、なるほどね、まあ
やってみたけど誰でもナンバーワンになれるものだったとか何でもいいですけど、オチは、うん、そういうなんかちょっと緩い、うん、なんかね、だったらやってもうできそうですけどね。そしたら番組に沿えるし、うん、やり方よ。だって社会ですからね、社会生活に生き残るためには声だけの出演でいいから。勢いがいいな。ジャパネットみたいだったの今。声だけだった。なんか手でなんか動き作って、なんか指人形とかでもいいから、もう声だけでもいいからやりたいですよね。声は得意でしょ高見は。トークだけでやるっていうね。要は映像は僕らじゃなくていいから、なんかこんな感じだよ。何か動いてるのを俺らの声優でやる、喋ってトークするみたいな。ダメですか。エイビックキャラクターないのか。エイビックってかうちのナンバーワンキャラクターとかないですもんね。ないない。落ち着いた。なんか落ち着いたな。落ち着いた。落ち着いちまったな。あ、じゃあ俺が最近、あ、じゃあ俺が喋り出していいですか。いいよ。実は、うん、僕結婚おめでとう。やったね。ありがとう。こんな流れで言う、さっきの おっぱいからのなんか何を言うの。何を言うの。あ、さっきね、ちょっとこれ始めようかなと思って、うん、なかなか新しいこと始めないんですが、うん、買いまして、うん、キット栽培。すごいですね。こうなんです。家庭菜園をやろうかなと。いくら？でも2000円もいかないぐらいですよ。おう、おう、2000円もしないですよ。もう、2000円もしないですよ。おう、2000円もしないですよ。誰？デフォルメしすぎ。気に入った今。おう、2000円もしないですよ。そうなんですよ。本当すごい。2000円もしないんだ。あのね、ピザを作りたくて。ピザ？家庭菜園作った材料でピザを作りたい。ピザが咲くんだ。咲きませんね。丸ごと咲くよ、ね、丸ごとピザが。おお、当たった。ドラえもんの世界か。いや、あの違う、普通にプリンプリンプランターね。すげプリンに植えるんだ。やめて、やば。話はそらさないで。型崩れとかしそうだけど。プリンじゃない。何何、プランターです。あ、プランター。プランターにちゃんとセットがあったんですよ。肥料、化学肥料とか土とか。いくらいくら。1500円ぐらいですかね。安。あ、1500円ぐらい。作ろうと思って、はいはい、家庭菜園だから一人暮らしずっとやってて、うん、なんで家庭菜園で やろうっていう発想にならなかったのかなと思って、うん、ちょっと作ってみようかなと。自炊でだから一番簡単なの何か知ってます？野菜か、バジル、カイワレ、豆苗。プランターなのにもう水耕栽培言うから。カイワレとかあれ水でできますから。ネギ。そうそう、ネギとか、さっき言ったバジルが一番簡単らしいです。あ、そうなんだ。一番バジルとかが簡単で。バジルいいな、作ろうかな。でもバジルって、使い道がだからあんまないですよね。いっぱいあるさ。何に入れます？ピザでしょ。終わり。ピザ終わり。ピザとか、あとジェノベーゼでしょ、うん、パスタだね。あとあれだ、バジルご飯とか。はい、ああ、まあなんとかなりそうだな。まあふりかけみたいな感じで、うちはバジル使ってるんでみたいな。バジルご飯。ふりかけちょっと知らないですね。なるほど。バジルなら知ってますけどみたいな。バジルで大体煮れま、あの焼くなり煮なりできますからね。バジルに。なんかそれ。バジルに？肉の、牛肉のバジルに。牛肉のバジルに。バジルの開き。相当ピンセットでキュッてなんて開かないよ。薄いけど。バジ刺し。バジ刺しだね。バジ刺し。名前やし。バジ刺し。ちょっと冷やしてからね。ポン酢と一緒にいただきますみたいな。バジン蒸し。バジン蒸し。もはやバジンが多いから。バジン蒸しね。バジルを蒸すってこと。そうですね、茶碗蒸し的な。美味しくなさそう。バジバジくん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 。丸ごと入ってるよみたいな。バジルが丸ごと一ってバジバジくん。いいな。なるほどね。バジポッター。いいな、バジルは。バジポッター。バジポッターとケンタロウ。みんなバジル。バジが。バジが。いいね、それ。名前言ってはいけない、あのバジル。あのバジルを。あのバジルを。言ったらどうなるか。ラジオで伝わらない顔芸。顔芸しないでちょっと。サカサカ言ったけど。みんなバジルになるんだ。バジルになります。すごいな、バジル。家庭菜園夢が広がるね。ほんとすごいですね、ほんと。で、どうだった。なんか、はって何。で、どうだったバジルは。買って、うん、まだ作ってない。作ってないわや。種まで買ったんですよ。あんな買ったバジルとミニトマト。はいはい。あとラディッシュ、20日大根、うん、とか。ラディッツ。ラディッシュから来てるんですよね、ラディッツは、うん、っていうか、そこじゃないけど、ラディニング。
ラディニね、ラディラディ君、ラディラディ君絶対売れんよ、絶対売れんよ、売れるでしょ、なぜこれ企画通したって言われるでしょ。そうね、だからちょっとね、なんかそれであとミニトマトとか作ったら、はいはい、こうそれを使ってピザとか、うん、こうやって、あ、じゃあピザ買いしようぜ、高見の家で、うん、クーラーつけて、そうなんですよ、クーラー治ったんで、クーラー治ったから、治りましたから、クーラーつけてみんなでバジル採取して、あ、もう1年前ぐらいですか、俺んち来たの、1年ぐらい前で、ちょうあ1年以上経ってるかも、なるかもしれない、あの不満げのね、俺んちのやつでしょ、不満げ、駐車場、ひとみんに言われたのすげえなんかあれなんだよな、なんて言われた、ね、場所が悪いっつって場所が悪い、あの部屋、そもそもあの家、この雰囲気がなんか良くない、なんか悪いと、流れが気が、なんか流れが悪い、なんか、あ、そうだから、なんかあんまり、なんかお札貼ってるんですよ、俺の家、怖っ、札貼ってて、だからか、俺一切ないんですよ、そういうのが、霊感が、だから他の人が来た時も、ね、こっち良くないって言うんですよ、やっぱり、なんかあんま良くないって、大家さんすいませんね大家さん大丈夫ですか、僕は何にも感じずに楽しく立地もいいんでずっと住んでてるんですけど、あんまり良くないらしいですね、どうする、引っ越した方がいいよって、どうする、妹にも言われました、高見、壁紙剥がして全部オフだったらどうする、まあバジルだったらありもしバジルそこバジル多分バジルは咲かないはずよ、種植えても、ああって気が悪いから木で済ますのかな、それ木で、やっぱり人間が怖いっすから、何のオチ幽霊じゃないの、狂った人間が怖いっすから、本当にそうだ、人間が一番怖いっすからね、よく見てください、事件全部人間がやってますよ、そうだよ、全部幽霊がやったってどこもニュースでやってませんよ、どこもやってないよ、幽霊がバジル育てました、いやー、なんだろう幽霊バジル販売中みたいな片枠を脱枠するとき、バール等で無理やり外していませんか？そこで解体リングをあらかじめ立て込み時に入れておけば、枠を外すときに簡単に外すことができます。片枠解体に小さな革命、解体リングの株式会社ジョンケン、詳しくはホームページで。結婚式の余興ビデオやプロフィールムービー制作をお考えの方、映像制作の専門店 AVIC にお任せください。お客様のご予算やご要望に応じてプロの技術で制作編集いたします。お問い合わせはお近くの AVIC 大山店、合わせ店まで。小回りの利く映像制作会社 AVIC。 驚き、桃の木、気になる木、あなたの周りのいろんなびっくりお届けします。 AVIC のびっくりラジオ、毎週木曜午後7時から絶賛放送中だ、みんな聞いてね。タタタタタタタ、びっくりラジオ、芦田愛菜だお。話変わるけど、あれあったじゃないですか、あのピンチみたいな、うん、あれと俺言えないことがあって、うん、言うんかい、そしてそうそう、今もういい機会だから言おうかな、いいんですか、ラジオ、何がラジオでいいんですか、別に喋ってもいないようなんですか、喋ってもいないような、じゃあ聞きましょう何その前、いや、なんかいつもこういう話だったら言えないっていうのは本当に放送禁止、大丈夫、コードギリギリじゃないかな、なんか聞きましょう、なんかあのこの話は携帯の iPhone とかでこの何機能っていうのはあれ、フリック機能、フリッカー機能、文字入力の、文字入力のあれ極めたら結構早いじゃないですか、はいはい、iPhone 変わってもうこれが最初やりづらくて撮っても、でもじゃあせっかくこういう機能があるから練習しようと思って、まあ iPhone を撮っても 2,3 年ずっとやってたんですよ、そしたら10月にこのベビーメタルのライブがあるんですけど、それの締め切りが、締め切り当日、本日の12時までだろうと思ってたんですよ、夜の、要は23時59分までと思ってて、普通にテレビ見てたらこのベイメタのライングループが締め切り今日の6時までだよね、夕方のとこ、みんな大丈夫なのって言って、はっ12時までじゃないばってなって時計見たら5時57分なんです、おーおーおー、やばくないですか、そっからうわこのフリック機能を駆使して全てのウルマ市とかの住所、氏名、年齢、電話番号、間に合うのかな、このファンクラブの ID、混んでますよね絶対ね、あとこの
メアドとか、うん、クレジットカード決済番号とか入力して、うん、3分でできた。あ、できました。3分でやったね。もう57分。あーでもそこまさかもう指やばい、こんなに指って動くんだっていうぐらい、ね、指の関節とかも4つぐらい増えたぐらいの勢いでしかも死にドキドキしてるよ、はぁ、はぁ、言いながらもうクレジットカードもそこ取ってきてすごいよ。指の関節 4個選んでしょ。いやもうすごい角度で動いてるからスンスンスンってしなってからスンスンスンって何してなるんですか、無駄な動き。いらないでしょ。 いるでしょ、いるでしょ、それは。でこれを言おうと思ったけど忘れてて、このピンチの時に3分で全ての入力が情報できた。すごい、すごくない、うん、すごい、本当にすごいです。びっくりした、本当にカジバので、本当にカジバのクソ力って。俺これだわ、こんな狭い範囲で使っていいのかな。なんでこれを言わないの。言いたくてよ、言いたかったんだけど忘れてた。まあ、メールとかもいっぱいありますからね。そうそうそう、最近はね。3分でいけますよ、人間は、うん、関節が4つ増えますから。こっち増えてないですよね。バンバンバンってもうこのなる。なんすこれ、親指がこんなだろ。無駄だから、親指死にちゃう動き。いや無駄だから、すごい動くよ。動くようじゃないけど、あーからさーに死に早く移動できる。さっ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 、指じゃないし腕だし、腕動かし、さっさっさっさ腕だし、で ラジオでつなあの通じないし、映像見ないとさっさっさがる、映像ないと通じないし。でびっくりした話、はい、はなんですけど、はい、結構 FM ギノワンの駐車場ってわかります、混むの。うん、またビアガーデンがなかなか車が入らなくて、うん、俺がたまたま1台止めれて、で外見てたらバナさんとヒトミンがどうしようどうしようってやってるわけ。ああかわいそうだなって上から見てたら1人出るっていう人がいたから、あじゃあ取っていいですか駐車場って、で下降りてその人が出るのを誘導して、その場所確保して、あヒトミンの車まだ止まってるなって、走っていってヒトミンってバッて見たら おっさんが誰ですかみたいな。あ、車が一緒だったんですか。車全く一緒で、でひとみんが止まってた位置に同じ位置でハザードつけているわけ。ひとみんって思うさ、多分ひとみんじゃなかったんでしょうね、まあ、その時から多分ね。で俺がもう階段降りる頃にはもうバナさんとひとみんはもう別のところに止めに行ってるわけ。もうないから駐車場が、死にビビったこの時急に老けたなと思って、ひとみんこんな老けると思って急激にストレスやばと思って、いやいやそこは一気にバサって老けたから死にビビったばい。ひとみんひとみん老けてないですけど、ひとみん老けた感じって思ってますけど、ひとみん老けてないです。別だった、全く別人だったんだけど、ひとみん老けたなじゃないですか。ひとみんじゃないですだって車一緒だよ、一緒だけど、おじさんこんな奇跡ある、おじさんだわ。あの時ちょっとびっくりした、その話なんでしないんですか。だからね、なかなかできないんだよ、通じこのタイミングって。そうそうそう、もう今いい機会だから、もう収録で全部言おうかなって。なるほど、ね、言えなかったことはなんかある、その今まで言えなかったこととか。言えなかったでしょ。今日驚愕の運転をする人を見たんですけど、驚愕の運転、あの自分が、あのゴーパチからあの F 右側に向かってたんです今日、うん、向かってたら、もう目の前でノアの車乗ってるおじちゃん、うん、おじちゃんってか誰か分からないんですけど、うん、なんかいつの間にかその人が前にいて、なんかおかしいなって思ったのが、自分あのゴーパチで3車線にいたんですよ、うん、第3車線一番右側にいたんですよ、うんうん、で向かったんですよ。でその人はまず車の位置がその左の車輪とか左側が第2車線と第3車線の間に白い線があるじゃないですか、はいはい、そこにまずずっと左のそこにめっちゃ寄りながら走ってるんですよ。まず中央じゃなくてちょっともうずっと結構左なんですよ。で割り込みたいのかなと思ったら割り込みじゃないんですよ、うん、もうずっとそこ走ってるんですよ、うん、キモ、なんか俺すごい気持ち悪くないですか。キモ、いやキモっていうか、この人絶対おかしいなっていうか、なんか変な気も変だなと思って、ちょっと距離真後ろだった、すぐ俺だったんでちょっと距離ちょっと怖いからね、距離取ってやったんです、走ったんですよ。そしたらほらところどころ右に行ける、右に行くように右折専用のが第4車線じゃないけどできるじゃないですか、はい、そこを使って追い越しするんですよ、前の車。怖くないですか。ダメだよそれは、頭いかれてると思って、うん、誰が運転したの。でだから見たかったんですけど、どんどん越せっから、うん、渋滞混んでるのに、開いた瞬間にもう急にバッて見、どうする。ひとみんだったら怖っ、結構遅れるっつって、ひとみんひとみん遅いし遅いし、おっさんだよ、島に車止め出していくっていうもう渋滞してるから。いやもうだからその途中で結局右折して曲がったんですけど、うん、もう前の右折車を越す勢いでもうこう、怖い怖いギリギリで一緒に曲がっていくから怖いな。はぁ、あ、いかれ、もうやばこの人と思って。俺法定速度守ってたら絶対抜かないです。
一応40キロって正直遅いじゃないですか、うん、みんな大体まあ10キロオーバーとか9キロオーバーとか約40でも50ぐらいで走るじゃないですか。30のところはまあ40ぐらいで、まあ、大体こんな人走るじゃないですか。それが極端に30キロとか30キロ行かないで走ってるおじいちゃんとかいるじゃないですか、うん、なんかあの後ろにポンプみたいなの積んでいや何トンあるわみたいな2トンぐらいあるんですかみたいな30キロとかトロトロ走ってる時あるんですよ。そういう時は一応安全確認して一応抜きますね。抜くんかい。だって20キロとかだよ。いやだから抜かないって言ったら抜くんだなと思ってあんなに抜かないって言ってたら、じゃあ法定速度で例えば40遅いでしょ一応でも40出してたら俺は許せるわけ。遅いけど一応40キロだからねってなるけど極端に遅かったら俺は抜く、まあね、今日観光バスに煽られたからちょっとイラッとした。マジか。俺普通に追い越し車線走ってて80キロぐらい走ってるんですよ、うん、一応みんな速いじゃないですか100キロとか出すじゃないですか。観光バスでチカチカチカとかやられて、うん、そこ一応ナンバープレートと観光会社控えて後で電話しようと思ってこんなのやめてって言ってお客さんも乗してるのにスピードオーバーして煽って何なんですかっていう電話をしようかなと思って、うん、これ許せんわ。観光バスだよ。俺も車線走ってたんだけど走行車線は結構混んでたからちょっと抜いてたわけ俺は。じゃあ前にも車いるから俺を煽ったところで別に変わらないじゃないですか。で車間距離保ってね。そうそうそう。結局じゃあ後ろはもうずっと越さないで後ろでずっとチカチカしながら走ったんですよ。わざと俺スピード落としていやだし腹出すからやりそう。そしたら相手の観光バスも死に寄せてくるわけ、うん、いや観光バスでこれはやめてよと思って会社の看板背負って走ってんだよ。だよね。やっぱり会社の車とか車用車とかで乗ってる時はせめてちゃんとルール守ってタバコも捨てずに当たり前のことだけど、うん、そのやってほしいなって思います、うん、なるほどね。編集点はい、はい、取れ高は OK ですか。全然 OK だよ。今1時間喋ってますはい、FM ギノワンからお送りしてきました A びっくりラジオ、エンディングの時間が来てしまいました。今日もたくさんのメッセージありがとうございましたと言いたいところですが、今日はメッセージがあ、そうか、ありましたね。メールが来てましたね。はい、FM ギノワンからお送りしてきました A びっくりラジオ、エンディングの時間が来てしまいました。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。はい、この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで小回りの利く映像プロダクション、有限会社 ABIC、 片枠解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りしました。はい、今週の視聴者プレゼントはビデオダビングの ABIC から ABIC 商品券1000円分を3名様にお送りいたします。プレゼント希望の方は avic@fmgino1.com abic@fmgino1.com にお名前、住所、プレゼント希望と書いて送ってください。そして次回のテーマのお時間です。カモンヤプエラパリ、カモンヤプエラパリです。お久しぶりです。お久しぶりでもないけどね。お久しぶりでもない。さっきあったけどね、うん、なんかね、実は陰でみんなが僕の僕のグッズを作ってるって聞いたよ。グッズを作ってますよ今、うん、ね、ね、これはいつアップできるのかな。早めに発表したいと思います、うん、お楽しみに。あと新しいやっぱりも今作ってるんで、うん、僕も用済み。ニューバージョンを作っております、うん、僕用済み。貴様も用済みだ。あ、さらばだ。弾いてください。はっはっはっ、黒い人参が出ました。来週のテーマは熱い。熱いです。いろんなことを想像できると思います、うんね、熱い、はいはい、意味いろいろあります。熱い、熱いでもいいし心が熱いでもいいし、あ、これ激熱でもいいし、いろいろ熱いに関することをメールしてください。わかりました。僕は用済みになるけど恐れないでね。なんか疲れてるね。まだ早いな、用済みはまだ早いよ。はい、ということで、すごい歯切れが悪い切ないでしたね。はい、ということで、すごいですね。2時間は疲れるな。すごいですね。ちょっと5時間ぐらい俺行きたいんですけど。マジ？今日ですか？今日じゃないけど、ちょっとなんかあのまとめで撮りやるんですか？もう全部中継回して5時間ずっとやるっていう。お中継っていうかこういう取っときながらよ、何かで、ね、うんうん、5時間ぐらい一気に取って素材をたくさん用意する日を作りたいな、うん、4人が集まった時は、うん、本当に
妄想曲を撮りません？あ、それやりたいね、うんうん、でそれだけの流して、うんうん、それの感想を言うし1時間でやってみますか。あ、でもいいかもしれない。ただ1本にかける時間がな。今日作ったのも聞いてます？前作ったやつ、著作権フリーのやつで作ったやつ聞いてみますけど。あ、聞いてみよう、うん、ね、でこれはまず使われるのかな、このフリートークどうせ使われないでしょうけど。ということで、はい、お楽しみに。楽しみに。お送りしたのはバナと高見とサンチェスでした。それではまた。もう一回しましょうバイ、俺でいいんですよね。そうそうそう。お送りしたのはバナと高見とサンチェスでした。それではまた来週お会いしましょう。バイセッツ。